改めましてこんばんは、9月24日時刻は6時を回りました。今週なんですけれども、来週明日町伝情報局は放送しませんので、急遽ですね、本日木曜日なんですけども放送を始めたいと思います。ということで本日ですね、カッタリアということで番組を進めていきたいと思うんですけれども、本日ゲストにお迎えしたのがですね、今週の日曜日に、別所の方で、別所のね、別所神社の方で開催されるイベントのね、こちら、じゃん、見えるかな、このね、第一の記憶というイベントの、実行委員のお二人に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、本当に急遽ですね、来ていただくようになりまして、本当に申し訳ないんですけれども、まずですね、詳細ちょっとですね、簡単に詳細の方をちょっと教えていただきたいんですけれども、いつ、どこでっていうことをちょっとですね、まず教えていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。はい、9月27日日曜日の、はい、別所神社、別所神社神楽殿というのがありまして、はい、それがもうものすごい立派な神楽殿なんですね、はい、で吹き抜けで、徳子さんが吹き抜けで見えるようになってまして、はいはい、そこからもう中秋の名月を眺めながら、はい、やりたいなと思ってまして、はいはい、9月27の、はい、2時会場 で2時からマルシェがスタートしまして、はい、4時半からタヨングムさんが演奏されて、はい、その後6時からこの下闇さんが演劇をしてくださってます。してくださります。なるほどね、はい、で今おっしゃられたじゃないですか、いろいろ、はい、いろいろもう2時から始まって、結局だから2時から始めて、その月を見て、まあ、はい、天気良ければ本当に月を見て、ね、演劇を見るというような形でよろしいんでしょうか。そうですね。あ、なるほどね。じゃあね、まあどうしましょう、ここにね、いろいろと細かいこといっぱい書いてあるんですけど、で、まあ、これね、実際のところ入場料ちょっとかかるんですよね、実際と。そうですね。で、入場料の方なんですけど、ここちょっと呼ばせていただきますけど、はい、前売りで大人が2000円、はい、当日だと2500円、はい、で、前売りの学生だと1000円、当日1500円になっております。で、はい、その下に書いてありますが、小学生まで無料になってるね、お子さんにはとても優しいイベントということで。そうですね、はい、ということで、でちょっとね、このイベントなんですけど、今年から、いや、もう5回目です、ね、5回目なんですか、ええ、今年で5回目。私ね、実際のところ初めて今年知ったんですよ。これ、ああ、そうですか、うん、もっと早くから知ればよかったな。宣伝不足で、また来年もね、これからずっと私たちここで放送してますんで、決まったらふいって来てもらっても全然構わないんで、来てもらってどんどん伝えていただきたいなと思いますので、一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、そのですね、イベントの、なんて言えばいいんだろう、なんで始めたのかっていうのをちょっとお聞きしてもいいですか。この始まったのがですね、もう今年で5年目ですから、5年前ですね、はい、2011年震災後だったかな、はい、直後に9月にやったんですね、はい、その時に第一の記憶と題して、まあ、人は、まあ、第一なしには生きられないと、はいはい、それでそのつながりをみんな本当は DNA では知ってるはずだと、うん、それをもう一回思い出しましょうよっていうようなコンセプトで、はい、その、まあ、第一とつながってずっと太鼓は共通してやってきてるんですけれども、はい、太鼓の音を聞いてその大地とつながって、うん、人だけではなくて人も奉納の意味も込めて、うん、その、まあ、人とその奉納と、あとは森であるとか、はい、その万物が喜べるようなお祭りをしたいなと思いまして、それで企画しました。なるほどね、すごいですね、やっぱそこまで壮大、まあ、もともとね、今言われましたけど、ね、そうですね、第一なきゃ生きていけないですもんね、実際。そうそう、まあ、それはもうね、もちろん当たり前のことなんですけど、だから逆に当たり前だから気づかないっていうところあるんじゃないですか、普通に生活してる時には。多分、なんか私は別所のやっぱり山に住んでいて、もうリアルにもう土ばっかのところに住んでるわけですよ、はい、そうすると、まあ、いろんな虫がいて、そこがもう当たり前になってくると、街に降りると、セミも地面から出られないじゃないかっていうのを感じるんですね。
そう感じた時に、ものすごい人が中心的な暮らしをしてきてしまったなと思って、もう一度私たちは大地とつながることを思い出すべきなんじゃないかなって。みんな知ってると思うんです。それを忘れてしまっているというか、ちょっと鈍感になってしまっているところがあるんじゃないかなと思っていて、そこをこう呼び起こして、もう、まあ、楽しいのももちろんそうなんですけど、みんなでそれをまたそこで集まって1年に1回思い出して、みんなで話をして時間を共有して楽しめたらなっていうのを思いますね。今ねすごく聞いてて、一番最初のその、セミが大地から出れないって聞いた瞬間に、あそうだよねって、もうすごくなんか、そうなんですよね、胸打たれたっていうか、そうですよ、実際のところだからセミはね地下にずっといて、最後だけ出てくるじゃないですか、そうセミがこの例えばこのね今このスタジオの前の下のところに例えばいたとしても出てこれないですよね。そう出られないですね。だからお母さんは、もしかしたら7年前はここから出れるはずで産んだかもしれない。そうそう、ね、そうそう、だけど7年後には出られないじゃないかっていう、それは全くやっぱり人間の目線で今まで世の中ずっと作られてきて、それによっていいか悪いかって判断がなされてきて、それじゃあ答えが全然見つからないなっていうのがやっぱりすごいあるんですよね。そうだよね、だから7年だ、そうだよね、ね、お母さんはそういいと思って、ね、そこに卵を置いてきても、7年後そこ整備されてアスファルトなんか引かれちゃえば、出てきたっても出てこれないですよね。こういうことあったかもしれないですよね、実際のとこね、まあ、あるでしょうね、ね、うん、あなんか本当考えさせられますね本当に。今回こういうこと話すと、ね、なおさらですけど、いやこれ皆さん本当に考え直した方がいいですね、日々の生活、やっぱりでも感じることじゃないですかね、これは教えるとかそういうことではなくて、自分が感じていくことだと思うんですよね、だからそういうことのきっかけの一つにこのお祭りがなればいいと思うし、まあ、単純に自分が楽しみたくて企画してるっていうのもありますし、いろんな要素がありますね。だから本当パッとね、パッとその、なんだろう、チラシとホームページ先に、はい、先週ちょっとね友達からこんなイベントあるんだけど知ってるってことで、いただいた時に、どうなんだろう、写真見せてもらって、あ別所神社だ、あそこでイベントがあるだけなんだなって最初は、最初はそんな感じを受けたんですけど、今いろいろと話を聞いていくと、これ本当に感じなきゃいけないことなんだなって人としてね、っていうことをなんか伝わってきましたね、自分として自分の意見としてね、やっぱり神楽殿であるとか神社仏閣っていうのはものすごい気持ちいい場所に作られてますし、昔の先人たちがやっぱり作って残してくれてるもの、でそこはやっぱり人が集うべき場所であると思いますし、そうやって開かれていくといいんじゃないかなって思いで、やっぱりこういうところを使わせていただいてます。まあ、場所もすごくいいところですね。場所もすごいいいですね。まあ、一時期私千代田の方で3年ほどちょっと仕事してまして、そうなんですね。その時にまあね、別所の神社の神社だったりいろんなところに配達もさせていただいてたので、でもう場所も知ってますんで、なるほどですね、あそこいいよなって思って、もう場所の名前聞いた時、あそこでやるんだってね、あ素敵なイベントだなってことで、なんかイメージはどん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 ね、いいとこでやるなっていう、だからあそこでイベントができることがすごいなって、逆に私がまあ別所在住、まあ、新井さんも別所在住ですけれども、私が神社院っていう地域 その神社の役をやってるんですね、それでまあずっともう7年8年ぐらいやっていて、それでお願いして貸していただいてるっていうのがあります、ね、あなるほどね、そうですね、意外とすぐ貸してくれって言ってもね、そんなに簡単に貸してもらえるようなところじゃないじゃないですか。でもね、意外と開けてましてね、家を使ってっていうことで、なんで皆さんいろいろ今あそこでもヨガやったりとか、この28日には今度音ヨガっていう、音とヨガを楽しむっていうイベントがありまして、28日が本当の満月なんですよ。あ今年その満月の
時にそのヨガと音をちょっと楽しみましょうっていうお祭りもあります、ね、あ、そうなんですか。だから連日あるんですよ。はあ、すごいですねそれ。これにもねちょっと小さく書いてあるんですけど、はい、ここに書いてあったかな、あ、これ裏だっけ、ここです、ね、あ、ここだ、これ、うん、音ヨガ28日、あ、本当だ、音ヨガ、ね、うん、10時から、ええ、はあ、すごいねそれ。そうなんですよ、これもあの仲いい方がやってて、はい、はい、ええ、なるほどね、じゃあ本当になんかなんだろう、我々知らなかったこのイベント知らなかったんですけど、いやもっと多くの人に知ってもらって参加してもらいたいですね本当に。そうそうですね、うん、つくづく思う、こういう話聞いてくるとありがとうございます、うん、私もちょっとあのまだ予定ちょっとまだ24日の日ちょっとまだ決まってないんですけど、27日か、はい、あの時間があれば駆けつけようと思ってますので、一つ、まあ、当日はよろしくお願いします。お願いします。でところでですね、じゃあそれじゃあですね、当日のスケジュールに関してちょっと お話を聞きたいんですけれども、どんな感じ、先ほどの、まあ、2時から、ね、スタートするって話だったんですけど、その他ちょっと詳しい話をちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、どんな感じで、進むというか、2時に出店なんかマルシェが2時からスタートするんですけれども、はい、2時から4時半まではそのちょっと出店を楽しんでいただく、マルシェを楽しんでいただいて、はい、でその後4時半からタヨングムさん、はい、チン、ケンガリ、チャンゴ、プクっていう、打楽器ですね、はい、朝鮮の太鼓なんですけれども、はい、それを使った4人組のタヨングムさんが演奏してくださって、はい、その後に、この下闇さんなんですけど、はい、この下闇さんについてはこう新井さんが詳しいので、じゃあちょっとそちらの方をちょっと説明していただきたいんですけど、よろしいでしょうか。はい、はい、この下闇さんっていうのはあの京都からいらっしゃる演劇ユニット、まあ、小さな劇団なんですけども、はい、3人組でいろんな作品を作ってる人たちが、はい、今回やるのはその道成寺というお芝居ですね、うん、日本の古いお話で道成寺っていうお話があるんですけど、それを三島由紀夫っていう人が、はい、現代風に書き換えた作品があって、はい、でまあ、それを2人芝居、2人の、男優さん1人と女優さん1人で上演するっていう感じになってます。はい、いやなんかすごいですね、あそこでやっちゃうんでしょ、じいちゃんのとこで。でもすごいですよ、だから照明も吊ってあるんですよ。あ、全部照明も吊って、まあ、それはもう本当にちょっとサブ的な明かりなんですけど、うん、はいはいはい、もうね、なんて言うんですか、この間ちょっと実験、うん、照明のこう実験をしてたんです、はい、すごく驚いたんですけど、はい、うん、その三所神社の神楽殿っていうのはこう、はい、舞台があって、はい、その奥にこう大きな壁があるんですけど、はい、ぶち抜きでね窓が開いてるんですね、うん、大きな窓が開いていて、はい、さっきもおっしゃったようにトッポ山がこう綺麗に見える、うん、それがそのちょうど上演時間の夕方6時になると今の頃だと、はい、その空が青く染まるような感じになるんですよね。でだんだん暗くなっていくんですけど、はい、それがもう自然のこうなんていうかフェードアウトみたいな感じで、はい、だん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 暗くなっていく感じが、うん、その上演時間の中でこう刻々とこう空の色が変わっていく、うん、でその中で上演していただくっていうことになってるんですけど、どんな劇場に行ってもこれだけの明かりは作れないっていうようなあ、照明になっているんですよね。だからまあこれはちょっと晴れないとダメなんですけど、晴れたらすごいですよね。もうそうですね。でやっぱりああいう場所なので、はい、せっかくなので自然の中でやった方がいいだろうということで、はい、その電気も極力使わずに、うん、まあ、照明はフォローで当てますけど、うん、はい、基本的にはその安頓を作って安頓、はい、手作りの安頓で、はい、ろうそくの光の中で演じてもらうっていう演出を。すげえすごいですね本当に。まあ、演奏っていうかその音楽も、はい、最初はちょっと CD っていうか、はいはい、こうしたものを使う予定だったんですけど、はい、演出家と相談して、はい、まあ、こういう場所なのでっていうことで
ビオラダガンバっていう、はい、中世の楽器の生演奏で、はいはい、BGM がっていうかその入るっていう感じになってるんですね。なのですごく贅沢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 すごいそれ本当すごいっすね。見ていただけるとあれですけど、きっとねあの青を見たら別所ブルーってね、別所ブルーですよ、別所ブルーですよ、本当あのブルーすごいですね、綺麗ですよね、すごい。だから結局だから行かなきゃ見れないじゃないですか、それ。そうそうですね、絶対に。そうなんです、でも映像だと分かんない、分かんないですね、なんかやっぱり、感じていただきたいなっていうのはすごい思いますね。まあ、自分もね、自分はカメラで写真、ライブの写真をちょくちょく撮ってるんですけど、その例えばビデオにしろ写真にしろ、確かにね今の技術どんどん上がっていってデジタル的なものもどんどん上がってはいるんだけど、さすがにね自然のものをそのままドンピシャで同じ色出せるか、出せないんですじゃないですか、例えばハンディでそれを撮って、それをその後に映像でアップしたとしても、見える色は見えますけど、その色を見ただけで感動までは、そうですね、絶対に、何分からないというか、確かにそう、ね、響いてくれないというか、それはあるじゃないですか、やっぱり。そうですね、必見ですね、本当に。いやぜひね、ぜひ見ていただきたいですね、見たいですね、本当に。お越しいただけると嬉しいですね。ねえ、ないっすもんね、そこまで考え、まあ、別にそれを狙って最初からやってたわけじゃないんでしょ、その。あ、いやでも、もうそのもう5回やってきましたけど、はい、もうそれは僕が別所神社何回も行ってるので、あ、それで、ね、ここがいいところだなっていうのはずっとあったんで、でそれで、今年の5月に1回その俳優さんが、はい、遊びに来てくれた時に、はい、別所神社を見てもらったんですね。だからやっぱりこのすごく大きな素敵な舞台を見て、ぜひここでやりたいっていうふうに言ってくれて、まあ、この殺し闇の二口大学さんという俳優さんが、はい、まあ、そこ連れてったらとてもこうテンションが上がって、ここで何かやりたいっていう、そうなんだ、あの感じになって、じゃあで直井さんに相談に行って、じゃあ今年は演劇やってみましょうかっていう話になったんですよね。すごいっすね。でも太陽軍さんもそうですよ、見てくださって、で別所神社でやりたいっていう、あ、その現場を見てね。そうですね、じゃあだから企画する側も演出する側も納得の上でやるってことですね。そうですね、うん、あとは皆さんの力です、見に行くだけですあとは、いやすごいわ本当に。本当昔の人が作った神楽殿だと思うんですけど、はい、本当に優れた劇場だと思って、いい場所に作られているし、この辺で一番いい場所じゃないですかね、でそういう場所に作られている劇場というか神楽殿があって、はいはいはい、でまあ、それを、ね、使わないのはもったいないというか、もちろん地元の方は大切にしているところだけれども、もっと多くの人が来れる機会があってもいいなと思うし、生かしていくべきだと思うし、もちろんその綺麗な劇場で施設が整った劇場でやることもすごくいいことだけれど、その自然の中で自然と一緒になった舞台を作るっていうのは、ああいう場所でないとできないことなので、すごく、ね、貴重な場所だと思うので。そうですね、すごいですね、だけどそういう、まず場所が、ね、残ってたってこともそうですし、まず一番はそこだと思うんですけど、いい場所いっぱいあるんですね。上田の皆さんご存知ですか、いい場所いっぱいあるんですよ上田って。別所温泉も温泉だけじゃないですってことですね、要するに。そうですね、そうですよね、こんなに神楽殿がいっぱい残ってる地域ってそうはないと思います。あ、そういえば聞きますもんね、いろんなこの辺にいれば神楽殿ってよく聞きますよね、そうですね。あ、僕も確か名古屋出身ですけど、はいはい、初めてこっち来て神楽殿って見たんですよ。神楽殿なのに周り舞台がついていたり、お三味線を弾く人が座る太夫席っていうのが、あるん、上下にあったりして、他ぐらいに三味線もないし、周り舞台も必要ないんですよね。なるほど、本当に本来そうですよね、あくまでも神楽殿と言いながら、お芝居をするために作られた場所なんですよね。昔は当時はそういう
あのお芝居を見た見るっていうのが娯楽の中心だったので、うんうんうん、よく使われていたってことだと思うんですけど、すごいよね。だからそういうものを、うん、作って残ってるんだからね。そうですね。まあ、今回ね、もし例えば今回例えば27日に行かれなくても、ええ、まあ、これからねイベントまだ続いてね、毎年1回ずつ多分やっていくと思われるんで、はいはい、ぜひ皆さん心の中にね、頭の中にあの大地の記憶というイベントをですね、あの刻み込んでもらって、あの今回ね初めてここに来ていただきましたけど、また来年もフラッと寄っていただけそうなんで、イベント決まり次第またあのこちらの方に来ていただいてイベント紹介できると思いますんで、ぜひ来ていただいて、ね、素敵なイベントはやっぱ自分もずっとあの何イベント畑じゃないんですけど、ずっとそういうところに関わってたので、うん、やっぱ血は下がるんですよ、はい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 、イベントって言われると、え、何どんなのっていうこれ聞いた時に、え、ちょっと待って、あそこででしょ、とりあえず話聞きたいよ。だからあるじゃないですか、やっぱり、うん、興味が湧くっていうか、もう話聞いてホームページの情報をプラッと見た瞬間に、これは伝えなきゃいけない、これは伝えなきゃいけないって、って思ってご連絡させていただいたんですけどで心よく来ていただきまして、本当に感謝してるんですけれども、でね、それでちょっとあのいろいろとまだ伝えなきゃいけないこといくつかあるんですけど、あの先ほど2時からもうオープンしてるって話じゃないですか、はい、で出店ブースがですねいくつかあるって話なんですけど、どんなブースが来てるんでしょうか。出店はですね、はい、ネコワークスブックカフェ寄り道って言いまして、はい、ずっと協力してくださってる友達なんですけど、はい、染め物をやるんですね、はい、染め物やる、たまたまその子も長野大学出身で東京でずっと染めやって、はい、で腹巻きを染めてる原正樹くんって言うんですけどね、はい、でその彼が、はい、彼と連れ合いのかなえちゃんが、はい、作った素敵なものを出してくれるのと、はい、あとは古本ですね、厳選された本を、はい、持ってきてくれます。すごいですね。あとは有名な、ね、ルバンさん、はいはいはい、ルバンさんも、うん、来てくださいますし、あと食器カフェ店さんって、うん、ボブ君っていうね、はい、ガタイの大きい男の子が、はい、繊細な結構料理を作りましてね、その子が料理出してくれるのと、はい、あとほのカフェさんっていう、うん、女性なんですけど、はい、中秋の名月プレート、うん、楽しみなんですけどね、地元の素材作ってすごい優しい料理してくれるんですけど、はい、あとはチューンさんって言って、はい、草木の型染めですね、うん、型染めしてるTシャツとか、うん、カバンとか、はい、そういうのを販売する、まあ、Tシャツが多いんですけどね、うん、シャツが多いんですけど、まあ、販売してくださいですね。まあいろいろ、まあ、要するに初めはオープンしてからいろんなものを見て、ね、触って体験してもらって、ね、でそれから日が欠けてから素敵なね、そうですね、素敵なものを見て、堪能してもらうと。そうですね、盛りだくさんですね、本当に。そうですね、でね、そのまあ今これを見ていただいて、行ってみたいんだけどって思う方がいらっしゃると思うんですけども、はい、チケットなんですけど、ええ、先ほど私ちょろっと説明したんですけども、ええ、前売り券なんですけど、どちらに行けば買えるんでしょうかって話なんです。前売り券ですね、はい、別所温泉ですと、はい、アースワークスギャラリーっていうギャラリーがあるんですけれども、うん、はい、そこと、はい、あと砂防パニーって言いまして、野倉にある、あ、野倉、はいはいはい、砂防パニーさんですね、はい、あと別所エスプレッソってコーヒー屋さんが別所にあるんですけど、はい、ありますね、別所エスプレッソさん、はい、であと観光案内所、別所の観光案内所、駅のすぐ横、あ、はいはいはい、ありますね。そうですね。であと上田に行きますと言葉屋さんってすぐそこ、あ、すぐそこ、言葉屋さん、はいはいはい、であとはルバンさん、ルバンさんね、はいはい、はい、あとモランボンさんって焼肉屋さんなんですけど、演劇のすぐ近くにある、はい、あ、そっちの、ええ、はいはいはい、はい、そこでも売ってると。そうですね、あ、まあ、この辺でも売ってるんですね。今初めて聞きまして、ええ、そこでも売ってるんだ。そうです、そうです、うん、ええ、ぜひ皆さん上田市内でもね、別所行かずでもこちらでも買えますんで、うん、そうですね、
ちょっと足を伸ばしていただいて、それかもしくはあの私か新井さんに連絡いただければ、はい、あの名前を聞いておいて、はい、あの当日マイル料金で精算していただくことも可能ですので。あ、なるほどね、了解しました、あと Facebook のイベントページで、はい、大地の記憶で検索すると、はい、イベントページが出てきますんで、はい、でそこのツルツルと下の方行くと、あのチケット予約っていうところがありますので、はい、チケット予約を押すとあの予約サイトに飛びますので、はい、でお名前と電話番号、はいはい、あ入れていただければ予約ができるので、あの当日あの来ていただければ当日精算という形になりますので。なるほどね、はい、ぜひ皆さんねもうねここまで聞いてね、ね本当に何だろう、2時からはねオープンしてますけど、もしかしたら行けたらですね、その最後のこの何演奏の方ちょっと演劇の方もしかしたら見に行けるかなっていう感じですね、うん、ああそうですか、うん、ぜひぜひ。すごいですもんね、うん、なかなか、うん、なかなかやっぱり上田じゃ見られないと思うので、うん、もう本当に新井さんとのご縁で来てくださるんでですよね、ちょっとね何だろう、やっぱり考えなきゃいけないことっていうか、なんかその昔の人たちが、うん、あの今さっきずっと話してました残してくれた場所で、はい、ええ、その昔ながらのなんて言えばいいだろう場所で、そのなんだろう中秋の名月を見ながら、うんうん、で、ね、今聞いたけどそんないろんな機材とか持ち込まずに、うんうんうん、昔ながらのその演劇っていうの、はいはいはい、そういうのが見れる体験できるのっていうのが今ないじゃないですか、実際のところ、うん、やるって言えば完全に今ね、うん、綺麗な箱になって、うん、照明も今 LED ので綺麗になったりとか、うん、演出するときスモーク耐えたりとか、うん、音が効果音がどうのこうのっていうじゃなくてね、うん、今話聞いてるとそうじゃなくて、昔ね、昔の先天の方々が先祖の皆さんがやってきたことを今体験できる、うんうんうん、素敵なイベントですので皆さんぜひですね来ていただきたいと思いますということでですね、ちょっと時間経つのがもうあっという間なんですけれども、ね、なんですけども、もう一度ね、細かい詳細をもう一度最後にあのお伝えしていただきたいんですけれども、はい、お願いできますか。はい、よろしくお願いします。大地の記憶、はい、9月27日日曜日ですね、別所神社の神楽殿で行います。はい、で、2時会場ですね、14時会場で、そこからマルシェをお楽しみいただいて、4時半からタヨングムさんの演奏です。でその後6時からこの下闇さん の, あの演劇が始まります。で7時ぐらいまでを予定しております、ね、ぜひ皆さんね、本当に素敵なイベントですので、ぜひ皆さんあの足を運んでいただきたいなと思います。ぜひぜひ。一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、本当に本日急遽、うん、スタジオに来ていただきまして、急遽ですね、ほぼ打ち合わせもなくですね、そうですね、スタートさせていただきましたけど、皆さんあのイベントの内容分かっていただけたでしょうか。本当にですね、それが一番分かっていただいて、あの会場にね多くの方が行ってくれることを我々望んでますんで、ぜひ皆さんあの会場に足を運んでいただきたいと思います。言い残したことはございますか。私ねこのタヨングムさんの演奏一、はい、回パニさんで見てるんですよ、神楽、はいはいはい、の、うん、でもうね本当に涙が出るぐらい良くて、もうすっごい感じてしまったんですよね、はいはいはい、だからもうぜひぜひ見ていただきたいです。ぜひ本当にお越しください。ぜひお越しください、ね、お待ちしてます、まあ、だから農作業終わった後でも行けますから、ね、ぜひぜひ今年はね、ね、行けます、後にぜひ、ね、来ていただきたいなと思います、はい、ということで本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。